いやあ、刹那圭介だよ。今回は生放送で箱庭の歌。この前、俺がゲーム小さい、ゲームの音量小さい。どうしようかな。設定でちょっと上げようかな。微妙にしか上げれんのよね。収録しながらの生放送なんで。ちょっと収録のあまりここの方の影響もあってゲームの音量これぐらいになっております。ちょっと時間が少なくなってきたんでどんどん進みます。この箱庭の歌ってゲームなんですが、見たら分かる通りこれ前作が牢獄の庭なんですよ。俺の実況を完結させたやつね。あれの続編のフリーゲームになっております。なので牢獄の庭とはストーリー直接は繋がってないけど、そっちを先に見た方が面白い感じのフリーゲーム。まあ、とりあえずやっていきたいと思います。スタート。7月9日水曜日。はあ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 、助かったのか。とりあえず追ってはいないようじゃな。そうか。はあはあ。山の中は戦場だった。じゃあ夏行きは歩の方を追いかけてたってことか。多分そうじゃろう。歩のことだからもうきっとやられてるだろうな。アユ兄は見た目と違って運動神経はカスじゃからの運動神経カス扱いしとるよ。ここはアユムの家の土地だ。地の利は一番あったはずなのにこのざまとは貧弱なやつめ何もできないまま一人減ってしまったの。まあもともとこっちが一人多かったんだ。これでイーブンと考えよう。うむ、そうじゃな。とはいえこんなに早く歩がやられるなんて思ってもみなかった。イーブンとは言ったものの状況は明らかにこちらの不利だろうな。ここら辺で説明しておくと、この涼介っていうのは確か前作の牢獄の庭のエピローグの部分で出てきましたね。ちょっと今作の主人公みたいですが、まだいまいち分かってないです。さてどうするのじゃ。とりあえず歩きながら作戦を考えよう。歩むって出てきていきなり歩きながらって言ったら歩むきながらって呼んでしまうよね。そうじゃな。僕はポケットの中から歩むにもらった地図を取り出した。なんこれ確か公式サイトで絵は見たんやけど、この日一番左の子が涼介くんらしいですね。はい。兄上のあの奇襲、普通に道を使ったらあんなに早くは移動できなかったじゃろう。多分この絵からしてこのまま泣くのが歩むなんだろうな。歩むってこうなんだろう。ああ多分山の中を突っ切ってきたんだろうな。普通の人間ならあんなスピードで道として成立していない山の斜面を下るなんて無理だ。だが夏江かなら話が別。なっちゃんって呼ぼう。もう夏江かわからんけんなっちゃんって呼ぼう、うん、あいつはそれだけ身体能力の高い人間だった。地図を見る限りだと歩むのやつ夏江と何て読むんこれ、伊月に挟み撃ちにされたな。いかにも兄上が考えそうなことじゃ。コナミはなっちゃんがなっちゃんって呼ぶよ。もう夏江かわからんけなっちゃんって呼ぶよ。夏江がこれからどんな風に動くと思う。そうじゃな。地図を見入ってうーんと何いるこれ。黙るじゃないな。コナミ兄上の性格からして同ルートを引っ返すことはまずないじゃろう。そうかもな。確かになっちゃんはそういう男。夏江ではあっとんこれ。本当に男って言うだけどつまり上のルートから回ってくるってことか。逆にイズネーはこっちのルートを通って
私たちを追ってきそうじゃな。だとしたら早く移動しないと歩むみたいに挟み中にされるか。とりあえず分岐地点まで急ごう。じゃな。音量の小ささどうにかならんかな。本当にまだ小さいんだろうな。なんかキャプチャー側で変えれればいいんやけどな。どうすかな、変え方わからんのよな。ゲーム自体の音量を上げたらちょっとあまりここの収録の方にひび入るんよな。しばらく歩いて分岐地点までやってきた。右に進めば多分夏江とぶつかる。さてどっちに進むか。あ、これ選択肢あるんじゃ。本作選択肢あるんやね。確か右に行って正々堂々か、左に行って右の手を考えるか、次の手か。ここは男だったら正面から行くでしょうとは限らないとは言うかがりな。左に行こう。それじゃと兄上に手を見せることになるかもしれぬが、正面からなっちゃんにぶつかっても勝ち目はない気がする。だから一旦なっちゃんと距離を取って何か策を考えよう。うむ、そうじゃな。ということで僕たちは左のルートへと足を向けた。少し歩いてからもう一度地図を開く。このままだと歩いこのままただ歩いているだけじゃ多分勝てない。道なきに道を進んで一気に優勢になった。さっきの夏江の行動を生み出す。木々が何て読むこれ、言い茂るかな。山の中を見つめる。僕の身体能力じゃなっちゃんと同じような移動ができるはずもないが、さてどうするか。チャレンジチャレンジチャレンジ精神突き進め。山の中を追いよう。え、いきなり何を言い出すじゃ。このままじゃきっと勝てない。何かトリッキーな手を使わないと。と言ってもその手はさっき兄上が使ったものじゃろ。同じ手で兄上を出し抜けるとは思えないのだが。確かにコナミの言う通りではある。それ以外にも何かの手を講じなければ。とその時あるひらめきが舞い降りてきた。コナミ、携帯を借りてもいいか。携帯？なんでじゃ。作戦を考えたんだ。そういうことならまあ構わんが。コナミがポケットから携帯を取り出して僕に渡してくる。サンキュー、助かる。パッと思いついた作戦の外堀を埋めるように僕はさらに思考を巡らせる。何かいい案が浮かんだんじゃろうな。ああ、これなら夏江に勝てるかもしれない。ということでコナミの携帯の着信音を教えてくれ。それならこれじゃ。僕はコナミから聞いた着信音を自分の携帯にコナミの携帯から電話が来た時だけ鳴るようにセットした。何かすごい作戦が立てられたみたいやね。なんだその昔のファミコンゲームの BGM みたいな変な着信音だな。ほっとけ。まあいい。よし、僕はここから山の中を下っていく。コナミはこのままこういうルートで回ってくれ。なるべく急ぎで頼む。ふーむ。ほんとマズリみたいな BGM でしたよね今。よかった。なかなかコメントしてくれんかったっけ。みんな出ていったかと思った。びっくりした、びっくりしたよ、びっくりしたよ。てかコメントビューアーの方になんかコメントが出んようになってしまったけど、まあいいや、もう気で宣伝いこう。ふーむ。まあ両兄がそう言うなら頑張るかの。頼むな。うむ、じゃあまた後で。
コナミは走り始めた。よし、僕も行くか。足元のおぼつかない山道に僕は足を進めた。行けるぞお前、涼介、お前にも行けるぞ。涼介、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 涼介。ガタ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 。ふう、ようやく道に出たぞ。木々の間をすり抜けて走り抜けた結果、思った以上に時間をくぐってしまった。こんな道をなっちゃんはあの速さで走っていたのか。本当に化け物だあいつ。いや、むしろ猿だな。猿？なっちゃん猿？猿なっちゃんじゃ、猿なっちゃん。なんかすごい語呂がいいんですけど、猿なっちゃんやって。猿なっちゃんちゃん、猿なっちゃん。急ごう。作戦を決行するために僕は先を急いだ。どんな作戦なんだろう。着信を変えてさ、これでよしと。分かれ道にたどり着き、地面に自分の携帯を置く。あとは向かって右方向の道に進路を取る。少し進んでから茂みに張り込んで身を隠した。猿ね猿は言い過ぎだろ。なっちゃん、なっちゃん、さあ来い。いつき、いつきってやつがおるんやな。敵にこの分岐地点までいつきがやってきたのなら、こっちの作戦通りにことを運べる。ん？やぶかを払いながら待つこと数分。あ、どうもいつきさん。あれ、こいつ、あー、こいつが待っとったやつ、もしかして。来た。いつきがどこどこ歩いてやってきた。そして分岐地点で立ち止まり、キョロキョロし始める。黙ってその様子を見つめていると、いつきはポケットから携帯を取り出し、誰かと通話を始めた。あ、もしもし、なっちゃん、言われた通り分かれ道まで来たんだけど。お、これ絶対相手のなっちゃんも作戦立てとパターンやない。どうやらなっちゃんと連絡を取り合っているようだ。うん、うん、うん。気づけ、携帯に気づけ。すると僕の願いが通じたのか。あ、でも待って、携帯が落ちてると言って、いつきは、いつきって読むか知らんけど、僕の携帯拾い上げた。ほんと可愛いねこの子いつきっていう子らしいけど、いつきって男の子の名前っぽいけど、まさか男ってわけじゃないよな。そこそこ胸ちょっと膨らんでるよ。大丈夫よ、女の子だ、大丈夫。うん、そう、涼介の携帯走っている土地で落としたのかな。そうよね、進んでいるルート予想と違うみたい。向こうもやっぱ予想は立てとったんだな。うん、別に変わった様子はないわ。うん、うん、よし、わかった、挟み撃ちね。かかった。多分涼介の頭の上でさ、ニュータイムでのピクラーンみたいな、ニュータイムのあのアムロレインのニュータイムみたいなピルルーンみたいな来るんだろう来たんだろうな。いつきは意気揚々と僕の予想通りの道を進んでいく。音を立てないようにゆっくり、僕はその後を追って歩き始めた。あ、ハサミ打ちってことは、そう、後ろから追いかけていったら二人が目の前に出てくる状況を突き出せって感じかな。しばらく経つと、いつきは歩みを緩めて慎重に歩み出す。きっといつきとなっちゃんは僕を追い込んでいると思っているはず。よし、ここら辺で待つか。なっちゃんがやってくるのを待つ。木の幹に身を隠したいつきはおそらくなっちゃんに追いかけられ逃げてくる僕を待っている。狙い通り。遠巻きにそんないつきを眺め、僕はポケットからコナミの携帯を取り出した。僕の電話番号を打ち込み、あとは電話を押すだけにしておく。サバゲーというよりかは、これはあれじゃないんですか、あの鬼ごっこじゃないんかな。鉄砲は持ってなかったような気がするけど。しばらくするとなっちゃんが奥の方から走ってきた。よし、今だ。通話を押す。
出たー出たー、昔のファミコンの BGM のやつシューティングゲームっぽいやつ来たいつきが持っている僕の携帯が音楽を鳴らし始めた。なっちゃんこんな子だったなっちゃんすごい格好してる。そんな服装現代の日本には着てる人いませんっていうような露出のやつ着たよ。コスプレか。この音、あ、ちょっとこの子はちょっとさ、なんか乱暴そうだっけ、変な子にしたろ。あの牢獄の庭で茜に使った子やろ。この音、そこに隠れてるのはコナミかー。あ、なんかちょっと声あっとう気がする銃を構え、パッと銃だった。サバゲーは取る銃だったんやけど、サバゲーだったんこれ鬼ごっこかと思ったけど、サバゲーだったんこれなんか視聴者さんの意見の方が取ったんやけどバッと身を翻し、自分の聴覚だけを頼り、夏江は、なっちゃんは撃った。思いっきり銃を乱射した。キャー、いつきを驚く。銃撃がいつきを襲う。あ、いつき、あ、そういうことか。なるほど、携帯を持たせて、その携帯からこれが流れてくるけん、それを頼りに撃つんだなっていう予想だったんやな。なっちゃんすごすぎだろ、反射神経すごいな。もうサバゲー訓練されとうだろうお前、プロか。なっちゃんの攻撃を受けたいつきは顔をびしょ濡れにしていた。あ、銃って水鉄砲だったんやな。あの BB 弾が発射されるタイプじゃないんやなこれ。あ、本当やBGM もう止めてもいいだろうに、まだ流れよるこれしつこいぞなんかもうさ、これがネタのギャグのシーンみたいになってるな。若干これシリアス展開なんやけどなある意味ちょっとなんじゃ、ちょっとなんであんた私を撃って、あ、これ水木じゃちゃうな。ちょっとなんであんた私と撃ってくるのよ。だってコナビだと思ったんだよ。そんな変な着信音そんな変な着信音、コナミくらいしかいないだろ。紛らわしいことしてんじゃねえよ。私じゃないわよ、涼介の携帯だし。それを聞いた瞬間、なっちゃんはハッとした顔になって、ずっと鳴り続けていた僕の携帯を取った。もしもし、よう、なっちゃん、いつきは元気かい。てめえ、はめたな。面白いぐらいうまくはまってくれてサンキュー、りょうすけピこのピーのさ、タイミングが面白いな。シュールでね、通話を切って走り出す。そんな僕の足元に気づいたのだろう。すぐになっちゃんが僕を追いかけてきた。大丈夫、距離は十分に取ってある。作戦通りにことは進んでいる。あとはコナミとの待ち合わせ場所まで進むだけ。僕はまっすぐ道を突き進んだ。ザザ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 ザ、りょうすけー。あ、これなっちゃんやなめっちゃ叫んでるやん。そう離れていないところからなっちゃんの雄たけびが聞こえてくるどんだけ男まさになるこの子は。げっ、やっぱ早いななっちゃん。だがまだ距離はある。足を止めずに走り続け、コナミと落ち合う約束をしていた場所までたどり着く。コナミは茂みに隠れている。なっちゃんを呼び寄せ、後ろからコナミがその背を打ち抜く手はずになっていた。待ち伏せ作戦な、おとり作戦だ。やるな、走れパーフェ。僕は足を止めずに走り続ける。ここへ立ち止まってしまったら、何か仕掛けがあるのをざわざわ教えてしまっているようなものだ。待ってろよーすけー、怒号を上げてなっちゃんが踊ってくる。もはやタイラントレベルなんじゃないかこれは。タイラントの気分やなこれ。こっちに気を取られているせいか、茂みに隠れているコナミに気づく様子はない。よし、作戦通りだ。今だコナミ、
兄上。茂みから出てきたコナミが銃を構えて引き金に指をかけた。なにコナミだったパズパズパズ。コナミの撃った銃撃が夏へ襲う。僕のクラミは勝利を確信した。だがぬわりゃー、ありえないほど身をのけずって なっちゃんはクラミの銃撃を回避してみせる。マトリックスや、すごいな。マトリックスやん、こんなん。なに、さすが兄上じゃ。感心している場合じゃない。なっちゃんはそのまま自分の持っている銃をクラミに向けた。まだまだ兄は超えられんな。兄なんこれ、男なんこれ。パラパラパス。ハウ。なっちゃんの強打に倒れるコナミ。ちょっと可愛らしかったね今の。クソ、まさかこの攻撃が通じないとは。ほんとまさかやな。しかしなっちゃんも無理がたかったのたたったのか。どうさ、うぐ、あ、腰折れたのかな。体勢を崩して地面に倒れてこんだ。それと同時になっちゃんの手から離れる水鉄砲、それはそのまま僕の方まで転がってきた。チャンスだ、一気に攻めろ。一気に迷いを詰め、なっちゃんを射程距離に捉えると、パスパスパス。僕は容赦なく水流を相手に浴びせた。キャー、わざとらしい声を上げてなっちゃんは地面を突っ伏す。やるじゃねえかー。ボタッ、デデ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 デ兄上を倒すとは、両兄も立派になったものじゃ。あんまり褒められてる気がしないけど、ありがとう、コナミ。だが、しかし、勝利と同時に始まったのは、なっちゃんによる復讐だった。そう言って水鉄砲を構えるんだ、なっちゃん。ちょ、お前、どうにそんなもん隠して持ってたんだ。実はさっき、歩を倒したとき奪っておいたのさ。言い終わる前に、水鉄砲を撃ってくるなっちゃん。パンパンパン。おい、やめろ、お前の負けだろ。細かいことはいいんだよ。ち、そっちがその気ならこっちもやってやる。コナミ、お前もなっちゃん撃て。勝負が終わったならもう私は兄上の味方じゃ。なんだと、任せなさい凌介。声とともに現れるいつき。あんたの味方は私がなってあげるわ。うわー、ラブラブだこの二人。あ、いや、いいです。涼介は止めたかった。こんな可愛い子の援護を。あ、いいですで終わらせてもらった。どんだけリア充だ。ちょっと、それどういうことよ。おらおら、暗い。そういうわけで、僕たちはみんなしてびしょ濡れになってしまったのだった。目立たし、目立たし、だと思うんやけどな。あ、ちょっとキリがいいね、これ。あー面白かった、今回のパート面白かった。もうパート1からいきなり見せてくれたな、この涼介たち。あー面白い。いきなりサバゲーやいよもんな、水鉄砲で。とりあえずこの枠、まあ今回の枠はこの辺でと、ちょうどいい時間なんで。あ、本当や、歩夢くんどこ行ったん。歩夢くんどこ行ったん。もう一人どこ行ったん。本当、歩夢くんは4人って言うたよな今。歩夢くんほっとかれとる。歩夢くんほっとかれとるで。4人って1人足らんでないか。歩夢くんは、まあいいや、歩夢くんは次のパートで出てくることを、次のパートで活躍することを期待しとこう。というわけでまあ今回はこの辺で、来週もこの箱庭の歌パート2としてやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。
せつなけいすけのチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。